ホセ・フランシスコ・アライサは、メキシコ出身のテノール歌手、メキシコシティの生まれ、メキシコ国立音楽院で、イルマ・ゴンザレスとエリカ・クバチェクに声楽を学び、1969年に地元でコンサート歌手として初舞台を踏んだ。翌年には、地元の歌劇場で、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの魔ノ・マテキの民への役で、オペラデビューを飾った。 その後も、リハルト・ホルムとエリック・ベルバのマスタークラスに参加して、研産を積んだ。1974年から、カールスルーエ歌劇場に参加し、1977年から、チューリヒ歌劇場に所属。1980年には、ヘルベルト・フォンカラヤンに起用される形で、ザルツブルク音楽祭に初出演を果たし、1984年からは、 メトロポリタン歌劇場にも出演するようになった。1988年には、ウィーン国立歌劇場から、宮廷歌手の称号を贈られた。フランシスコ・アライサ・ IMDB ・ハット・アーカイブ2017年2月6日、ウェイバック・マシン、フランシスコ・アライサ・ディスコグス・ハット、フランシスコ・アライザ。2012年7月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2012年7月23日閲覧。テノール・フランシスコ・アライザ。2015年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月30日閲覧。10月4日1950年。F ・アライサ。2019年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月28日閲覧。ありがとうございます。